何を企んでるか考えてるだけ。それじゃあ出発しようか。みんな僕のルートに沿って行動してね。影が揺れてるわ。遺言の動物断る。あれがターゲットか。これ以上は進ませません。ええ、ウォーミングアップはここまでだ。主の名を掲げ、この旗のもとへ集え。こんなセリフを一度言ってみたかったんだ。いや悪いね、僕は別に信徒じゃないよ。これで静かになってきた。聞いてる。指定の位置に向かって準備を整えた。ようやく私の出番。問題ない、これで分かったでしょ。気をつけて行動しますね。火山の煙や粉塵には大量のオリジニウム粒子が含まれるので。あれがどこ？はっ！先輩、大丈夫です？目に眩しくは映れない。何を片付ければいい？なん、これで分かったでしょ。絶好のチャンス。これで前回と命をさらう石は溶けてしまえ。恐怖が覚醒。山の私の庭からとっとと出ていけ。あれがターゲットか。指示を待つ。遺言の伝達また私が障害を全て取り除く。信号は安定、いつでも行けるよ。準備を整えた。ああ、準備はできている。指定の位置に向かう。どうすればいいかくらい分かるよ。私に目伏せ恥には気をつけてください。これで静かになってくれる。ケツ先に沈黙を破った方こそ臆病者だ。さっさと片付ければ楽に。はこんなもん、剣を抜くまでもない。ここからは一歩も引かない。あれがさ、この程度か。目に眩しくは映りない。何を片付ければいい。Mission accomplished。 困難な道であればあるほど自身の成長につながるものだ。